よっお、今日も来ました。今日はなんとね、この3人ですよ。じゃあじゃあざっくり蜂蜜言って。あ、ざっくり蜂蜜ね。まあとりあえず行きますか。せーの、ざっくり蜂蜜。あれですよ、この中で珍しいメンツですね。これはまたこの3人ってなかなかなくないですか。確かに、うん、そうこの3え一回なかったんじゃない。いや、ないないない、この3人はないと思う。確かに、そうなんですよ。で、まあ、今日もね、まあ、まあ相変わらずのあれなんですけど、まあ相変わらずのまあね、まあフリーでやる感じなんですけど、どうですか皆さんの調子は。調子はいいっすね。最高っす。最高っすか。最高。チャム君は最高。最高っすか。俺は最高っす。やべえ、これどうしよう、30分ないと思ってた。じゃあ早い早い、いろいろあるよ。ほらどうですか。でも俺はちゃんと他のニコ生見てちょっと勉強してきたんで、お、いろんな企画、あ、こんな企画あるんだみたいな。どういう企画あったの。チャマさんの好きなところを言ってくみたいな。しかも従業員の好きなところを言ってくみたいな。出てる、ちゃんと勉強してきてるんで。従業員の好きなところか。まずはチャマさんの好きなところからみんなで言いましょう。じゃあこうにしようか。俺、まんまるくん、ゆいともにしようか。じゃあ、はい。いや、俺らが俺らがタマさんの好きなところを言う。ああ、チャマくんの好きなところ。チャマくんの好きなところ。ああ、冬好きです。ね、出なさすぎでしょ。お酒が強い。それさ、好きなところだろ。じゃあ次、マモルくんの好きなところ。真面目。はい、終わり。ちょっと俺がなんか他のニコのから見たパクった企画なんかそんな盛り上がらない。ゆいとくん、俺ゆまもるくんの好きなところ真面目って言ったから早く言って。真面目。ゆいとくんは何、まもるくんの好きなところ。まあなんだかんだ、なんだかんだ、はい、真面目かな。いやだからかぶってるから。いやだって俺ライボライボとか言ってる。え、顔じゃないですか。え、顔じゃないですか。いや別に興味ないです。すっぴんマジブスだ。左の人とどっちだ。どっちだ。おい、左の人はおじさん。どっちもおじさんじゃないか。はい、じゃあゆいとくんの好きなところね。ありません。あの、パスタにソース、みんな入れる。ウインナーを入れる。ウインナー入れるとこ。月に20回はパスタ食べてる。月に20、いや15回ぐらいかな。15も多いか。その、しかもガチだしね。来週、ラッキーアンドの予定あるね。すごいな、結構ぶっ込むな。いや、ぶっ込んでないでしょ、別に。ただ、だって、連休だとみんな旅行行ったりじゃない。連休の予定ね。アクアリウム行きたいですよね、あの。アートアクアリウム。はい、あの、金魚の。あ、めっちゃ混んでるらしいのね、今。あ、そうですか。うん。どうなんだろうね。多分夏休み中はずっと混んでるでしょ。日本橋だったアクアリウム、その顔で座ってんだよ。関係ねえわ。顔関係ねえわ。アクアリウムって何なの。金魚がめっちゃ有名じゃない。嘘、マジでめっちゃ気持ち悪い。水族館風なやつだよ。でも金魚のアート作品みたいなのがいっぱいあるやつ。アクアリウムしか見たくないよ。
ちゃ有名な恐竜。水族館行きたくないよ、逆に。アクアリウム行きたいよ。そうそう、水族館のおしゃれなやつ。もうさっきからなんかもう鼻がちょっとムズムズしてきた。何それ、面白い場所あるの、それって。花粉飛んでんだ、今日。あ、だから俺最近なんか咳もすごいんかな。俺鼻毛がなんか取れそうで取れないみたいな。鼻毛が取れそうで取れない。鼻毛がちょっと取れそうで取れないみたいな感覚。今鼻がむずむず。OM2.5 じゃなくて PM じゃない。OM だって PM じゃない。多分いや多分これは振りで書いてんだよ。突っ込んのしかいない。海行ってない。海行きましたね。行ってないな。雨でしたけど。あ、俺も行った海、そういえば。お台場の夜の海行ってきたの。一人で。しゃれてるよ。一人で行ってきました。本当だよ。一人で行ってきた。やべえじゃん、逆に。そしたらもうみんなポケモン GO やってました。あ、ポケモン GO さ、撮ったらしくて。最近全然流行ってないよね。まあ、一瞬でブーム下がったよね、本当に。だってアメリカの方もすぐ終わったらしい、ね。あ、そうなんだ。え、皆さんやってますか。今あれでしょ、白猫テニスでしょ、今どうせ、うん、白猫テニスっていう、今白猫テニスでしょ、どうせみんなテニスやってるよね。知らねえ。すごいな、結構やっぱ遅延が、やっぱ遅延だね、やっぱりコメント。遅延って何？あの、あっちこっちでも放送してることと、あの、あっちで映ってる放送が若干、ああ、ずれてるってこと？若干ずれてる。本当に？多分ずれてると思う、これ。結構ニコ生って結構あの携帯とかスマホで見てる人ってそうなるから、特にスマホは。本当なの？それ。いや、うん、まあ、分かるけど、ニコ生ずれてるの？ニコ生ちょっとずれるやっぱり。俺最近ダイエットしてるんですけど、炭水化物抜きダイエットしてるんですけど、何がいいですかね。炭水化物食べないともうほぼほぼ食べることな、そうそうそう、なくないですか。ないんだよ。てか守さ、あの炭水化物っていうかタンパク質抜いてないお前。そう、オナニーしてる。え？それオナニーしてる。いや、じゃあなんかさ、うどんしか食べてないじゃん。はい。今日よく食べる。いや、まあ一応はい、ホストなんで、はい。なるほどね。まあいいや。ちょっとなんか変な空気になったよ、もう。ぶどう食べてる。守君のやつが間違ってんじゃないか。え？わかんない。え、俺の話題が？このダイエットの話題？ああ、え？てかさ、誰も触れてくれなかった。誰も触れてくれなかった。てかさ、守のさ、なんか下ネタで思ったけど、お前そのさ、AF ってどういう意味なの？いや、みんななんか変なこと言うけど、なんだっけ、結構。特にさ、意味ないんじゃん。なんかみんな、あのもう結構ね、AF みたいなの言うけど、特に意味ないよ。あ、ほんとに。そう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 、それ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 。これちょっと俺の口から言えないけど。あ、そう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 、これ。いや、みんな言うけど、特に意味ないっすよ。そうなんだ。あ、なんか適当につけてみたいな。で、あれ誕生日みたいな。あ、そうっす。11月26なんですけど、26が入んなかった。え、ちなみにアラファックバカじゃない。ちなみにアラファックで生まれたんすか。ん、うわぁ、私は両方攻めてほしい。おぉ、好き、めっちゃ好きやん。まあ、得意だけどね。ちなみにそれに関してはAF の方は、 AF やったことある。 AF の方は得意だけどさ。マジでどうだった？話していいの？いや、嘘嘘嘘、やったことないよ。やったことないわ。やったことないわ。そうなの？聞かれてる。すごいな。いや、でもそんなこと言ったらみんななんかアイリー。ん？でも俺卵チャマソンに卵卵エロくない。卵なんかエロいだ。いや、エロくないだろ。じゃあみんなさ、誕生日さ、入れる安易な考えだよね、LINE。いや、なんか。ゆうとくんもさ、2月12日誕生日でしょ。いや、多分これだけだと、多分少ないんだよね、多分。あの、いや、少ないはあったっけな、LINE ID。まあ、わかんないけど、あの、誕生日入れないと、なんか、
この ID 使ってますよみたいな。あ、そうなんですよ。俺もそれもあるから。被るもん。11月26だったけど、うん、それは絶対いると思う。26にしたら6がちょっと一緒にいたみたいな。あ、それで6抜いたら普通足さないなんか、はい、あ、その考えなかったっすねこれ。え、あ、6月そうそう、11月26日。あ、そうなんですよ。真ん中のところから見たことある。お前の夢の中で見たことある。イエイ、素晴らしい、嬉しい。俺の夢にも出てきてほしい。守、そういうこと言うときは照れるな。違う番組出たことあるんだって。真ん中の子、それ間違えてんじゃない。あ、ね、違う番組？うん、違う番組出たことある。あ、ジャニーズの方かな。ってことはジャニーズかな。移籍とかしてないだって。あ、ジャニーズジュニアから。ちょちょ、困ってさ、困って変なとこ見ないで。ジャニーズではないです。いや、ジャニーズ一回応募したんですけど落ちました。無言のっていうか、マジでそんな多い。何が、あ、無言かね。無言じゃなくて、間違えた。え、ジャニーズ、ジャニーズ、俺一回応募したんですけど、調子こいて。本当にそれ、すごい持ってた時期に一回応募したんですけど、何の返信も来なかった。絶対無理やん。何も来なかった。だ、今だったら別にいいけど、もう本当にすっげーやばいから。いや、結構この感じで。いや、この感じかどうかわかんない。だって一番最初見た時、結構ひどかったもん。いや、あれでも持って、あれでも結構持ってたんですよ。マジか。茨城は結構イケメンイケメン言われてんで。マジで？東京来たらみんなにブスだなって。なんかもう汚い感じだったもん。清潔感なしだったもん。梅干しみたいな顔。誰が梅干しだよ、ほんとに。めっちゃ毎日食ってるわ、梅干し。なんかこれで見ると、守くんもう外人みたいじゃない、顔。正面やったら。あ、そうなんですよ。あの、ファイナルファンタジーって言ってたんですよ、いつも。ファイナルファンタジー。え、そんな、ママちゃんのすっぺんやばい。誰や、見たの誰や。さらすなよ、絶対。え、マモルさ、え、でも絶対でも整形倍する顔なんだよ。化粧倍ちょっとなんか化粧倍じゃない。別にもう化粧生えてるから。やばだ。すごいな、このなんか一挙観覧数何人くらい。やばい、これ表示されてない。何人くらいですか今日。100。今まで100っすか。あ、900っすか。え、そんないんの。いや、そんぐらいいるでしょ、だってこんだけ大々的なやつだ。え、嘘。いや、歌舞伎町だけじゃないよ、見てる全国放送だもん。むしろそんぐらい普通、もっと全然行ってるよ。そうなの。あ、これでいいの。あ、そうなんだ、そうなんだ、みんな見てるんだ、そんなに。結構見てる、だからあれよ、なんか変な感じにしちゃ良くないんだ。ちょっとびっくり。そのぐらいは行くよ。てか、本当に公式、まあ、公式じゃないけど、ね、公式でもない。どこの人が見てるのか言ってほしい。でもホストのすっぴんってぶっちゃけわかんないけど、結構なんだろう、普通の。ああ、なんか人によるよ。結構俺も激しいですけど、すっぴんは。でも結構みんなね、結構みんな激しい人いるで。結構俺以外にも。俺もかなりヤバいからな。普段メガネかけてるから、メガネかけて髪を真ん中から分けて耳かけてるから。え、でもどうなんですかね、男の人のすっぴんじゃなくて化粧してるのって。別に今時代だし。やなんじゃん、すっぴん梅干しにはなんない。でもなんかブスなおばさんみたいな。俺シンプルなブスになります。ただのブス、ブス、ブサハゲチビになります。俺でもあんま化粧したことないけど、ゆうたくん変わんないよ。でもあんま化粧映えする顔っすかね、俺。え化粧映えしない顔だね。しない顔だよね、やっぱ作り的に。しようがないもんね、化粧。 CM になっちゃった。
CM です、ね、まあ、まあ、こんな感じで、まあ、どうぞ、はい、なん、まあ、CM で。企画やりましょうか。企画というか、なんて話すことないから。話すことないからだってもう。何そんなの持ってきたの？企画、ああそうだよ。他の番組から見た企画やろうよ。あの番組から見た企画。他の番組で見た企画。まあなんですかね。間違いね。まあ普通に他の違うニコ生も結構見てるんですけど。あれも昔よく見てた。なんか結構みんなワイワイしてるのが多いですね。だ飲むのが多いよね。ああそうっす、うん、みんなで何回ってグイグイが多い。俺ももともとはそういう系でやってたから、うん、完全シラフってなかなかね。今これなんですよ、ウーロン茶なんですよ。ねえ、ホストクラブでなんかグイグイみたいなのあるじゃないですか、うん、いやあれって女の子的にぶっちゃけどうなんですか。ん、俺バーに行って毎回やられるのが、なんか言うたびにグイグイとかやられるんですけど、うん、えと思うんですよ、俺的に。ちょっと待ってみたいな。その女の子的にはぶっちゃけ、いやでもさ、あれこれ、え、違う、え、これなんか飲まなかったら、それさ、でも飲まなかったらこっちもあっちも えってなんだよ。いやなんかたまにあるじゃないですか、なんかちょっと変なボロ出したけど、なんかグレイグレイみたいな、バップみたいな。でも歌舞伎町そんな感じで、歌舞伎町ってか、そうなんすか。どこもそんな感じじゃね。バーとかでやられたらちょっと、バーとかでちょっときつくないですか。カウンターのバーとかだったらつらいね。別にボックス席あるところだったら、カウンターでグイグイ言われたらって思っちゃう。はい、やめよか、この話題。やめよっか、この話題。そうそう、場所考える。あ、そうそう、それ、うん、そんなしっとり飲んでんのにいきなりグイグイとか言われるの。俺、ありますよ、普通に。あ、そう、普通に一人でいて、一人でいて、あー疲れたと思ったらすげえな、それ。お酒飲んでますとか言って、いや、全然飲んでないです。グイグイって言って、早くね、飲んだ。マジ早と思って。それ普通にありますよ。え、マジかみたいな。ネオバーじゃん、マジで。ネオバー、いや、その、新しい。いや、ガールズバーだよ。いや、普通のバー。ガールズバーは行かない。ガールズバーか、なるほど。いや、ガールズバーは行かない。ガールズバー行かない。ガールズバーは行かないよ。何だったら行く、何だったら行くの。いや、俺は、その、なんだろう。そっち系はあんま行かないですよね、そういう。そっち系行かないですか。接客される側系は。接客される側って何。どういう接客。バクロ行かない。行かないね。ゆうとくんはキャバクラ行かないの。もうそんな行ってないですね。え、そんな行ってない。昔は。昔は、まあ、付き合いとかでも全然行ったりするけど。たまには行くだろう。まあ、そういう話題はちょっとあれだね、やっぱり私っていいのか。若いでしょ。いや、まあ若いっすけど。若くねえわ。でも俺逆になんか多分女の子にガンガン喋られるとなんかおってなっちゃいますよ。ちょっと
あ、どう、で、どう接していいのかみたいな、まあ、普段こっちがガンガン行く側だから多分。まあそうだね、いろいろガツガツ来られると困るよね。え、チャマ君仕事終わったら毎日キャバクラ行ってる？行ってる、マジか。嬉しい、行きたい。キャバそれ行ってないっすよ。キャバクラとか俺行きたいと思わんからな。なんか疲れそうじゃん。あ、それっすね、それ。あの、めっちゃ気使って、そうそう、なんか逆に気使っちゃう。俺そういうの無理だもんな、うん、俺バーですら最近気使いますもん。あ、無理だ。グイグイって言われたら俺普通に飲みますもん。やめてよーとか言うけど、なんかちょっと内心、あ、ちょっともうマジできついみたいな。ちょっとチェックって言ったら、すいません、チェック。じゃあどこ飲みに行くの？じゃあどこ飲みに行かないの？俺もコンビニでお酒買って家で飲むんですよ、一人で。YouTube 見ながら。もうほんと遊ぶっつったら、あれキャバクラじゃなくて、キャバクラじゃなくて、自分でボケそうなことしてる。あの、飲み屋ってあんま行かないから。なんか俺逆になんかもっとアクティブな遊びするから。アクティブな遊び？あ、そのスポーツとかなんか、あの、結構最近そのなんかバッティングセンターハマってて、なんか、え、いいね。行ったりする人いますか、バッティングセンターとか。いないですか。いやでも最近マジバッティング面白いんですよね。甲子園のその効果もありますけど、なんか普通にたまに一人で行っちゃうぐらいで、この前120やったんですよ。結構速いなみたいな。早いよ120は速いなと思って。俺もともと結構野球上級な経験者だからね。え、そうなんですか。はい、あ、中学生も同じ人ですか。中学生の頃野球部だったりと先生に嫌われてたから全然いかなかった。野球だぞ。あれちょっと昔悪かったんですよ、結構悪かったよ。おっ、中学生の頃、中学の時タバコ吸ってた。からタバコ吸ってた。オッケー。もう俺この人やだ。もうだってさ、これ営業終了後とかにこのネタさ話したりするんじゃん。元ヤンなんだ。学校行きたくなくて玉が寝てたりして、ね、あ、だから玉がちょっとなんかさ酒飲むとちょっとさ酒癖悪いんだ、ちょっとなんか元ヤンが出るみたいな昔の。そう、あ、なるほどね。はいはい。怖い怖い。昨日もゆうせい君にタルガラにしてたもんな。結構あれなんか横で見てなんかだるそうやなみたいな。カマキリハンドル、いやあったね。でも俺カマキリハンドルじゃん。大丈夫、鬼ハンドルですか。いや普通だったってやつ、なんか乗りにくいじゃんあれ。危ない、事故ったりしたら危ない。闇じゃない。いつも中学生の時タバコ捨てたって言ってた。タバコ捨てた。でも自転車とか危ない。そんなカマキリハンドルとかしたら。めっちゃ。あ、荷台の後ろを跳ね上げてた。あ、それもねよく見てたね。あ、見てた。でも見てた。普通に二人乗りとかするから、そんなんもうやらない。でも逆になんかさ、ニラ上げた方がなんか座りやすくない？え、あれ何のためにニラ上げるんですか、俺。かっこいい。だからこういうなんかさ、暴走族のバイク三段シートみたいな、そういうノリやろ。ダッセーと思ったんですけど。ダッセーって。いや、茨城めっちゃ多いだろ。茨城絶対多いと。そっちガチやん。いや、茨城、あーでもいたな、茨城。確かに中学生の頃。守るどんな感じだったの、逆に。いや、俺は普通に妹のチャリ乗り回してました。ピンクのやつ。ピンク。自分のチャリなかった。自分のチャリなかったです。買えなかったです。うち本当にガスで貧乏なんで。うち水洗便所じゃないから、いまだに。え、マジで。ボットン便所、ボットン便所。いや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 、さすがに。ボットン便所。ボットンは今時ボットン。もうゴキブリ出るなんて当たり前。うまいな。すげえな。ボットン回収してくれなかったらやばい。あ、そう、回収してくれ。だってバキュームカーとか死んないですよね、ぶっちゃけ。都会ではあんまりだよね。いや絶対死んないですよ。でも田舎の方とかだったら今も多いんじゃん。いやー、ない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 。田舎だけど、うちさすがに昔あったけど、ほんと小学校とかさすがに今ないのかな。もうほぼトイレに G は出ませんよ。今はトイレに G は出ませんよ。家に出ますよ、家に。てか、なんかゴキブリよりなんかハエとかの方が汚いらしいよね、実際。あ、確かに。うん、
本当は、ハエと、なんか、なんだっけ、そっちの方がなんか実は汚いらしい。いる。ハエとか。それはハエ、守るの方が、で。嬉しそう。お前のうんこ汚ろか。俺がうんこにこうやってべちょってくっついてプーンってやってやろうか。ウィッシュシーっつって上京したてのマモちゃんとハエだったらこれさ知ってる人じゃない。いや結構いい勝負ついてんだよ。誰やん。上京した時マジ髪なかったよ。だいぶマシになりましたね。でも確かにマモのね足の匂いね。あれと、じゃあ俺もう汚いキャラ卒業したいんですから。汚れキャラ、昔汚れキャラだった。昔は汚れキャラでした。最近はちょっと真面目に。来週のイベント何する？ 23よ。あ、でもすごいなんか面白そうな感じです、ね、夏祭りイベント、まさかの。そう、夏祭りイベント、まさかの2回目。いや、2回目。え、なんかでもさ、前やったのって何だったの？夏祭りイベントです。夏祭りイベント。え、あれも夏祭りイベント？あれ、今回夏祭りイベントじゃない？まあ、まあ夏に祭りが何回もやりますからね、ぶっちゃけ。まあでも、まあこの前来てない人もいるんで、まあぜひ来てくれたら。夏は感じてます。フランクフルト食べたい。食べろ。コンビニで100円で売ってるから、そこら辺にもうほぼほぼ売ってるから。お盆休みはまだ終わってない。もう1分前だ。早いな、なんだかんだ言うて。逆にどういうイベントがいいんですかね、ホストクラブは。こういうイベントやってほしいみたいな。コスプレか。まあでもコスプレとかだよね、やっぱり。でもコスプレってそんな面白い？俺思うけど。まあ、めちゃめちゃ重たいから、めちゃめちゃ力入れてるコスプレだったり、俺的にでもなんかあのイリーのイベントで面白かったの、カラオケおもろかったな。カラオケ面白かったよね。あれもう一回やりたいなと、うん、あれが一番。あ、モノマネいい。モノマネさ、みんながモノマネやったらす最後にモノマネ、すげえ寒くなりそうだ。最後にモノマネ、じゃあ守る最後なんか誰かのモノマネ、うん、いつもやってるザブングルの加藤で。じゃあ、はい、そんなザングブルマネ、サンサー、リリー、イチ、よろしくです。はい、お、しょうも、ありがとうございました。ぶっている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。